んにちは。今日は金曜日なので、コンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにローソンプレミアム濃厚生チーズケーキいちごを食べます。カップを開けるとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。なんか生地がふわほやだったよ。美味しすぎる。まずね、ホイップは固めなんだけど口どけ滑らかで、めちゃくちゃ甘さ控えなんだけどコクがあってミルキーです。で、この生地ですよ。しっとり柔らかくってふわふわふわな感じ。そしてすぐねっとろうと口の中で溶けていきます。でね、甘夏、イヨカン、ライムの柑橘の風味がとってもよくって、後味すっきりしてますね。中のジュレはイチゴの種のプチプチ感も感じ、甘酸っぱさ強めでフレッシュな味わいが楽しめます。いや、これ美味しい。次はプレミアム濃密カヌレチョコラ&ピスタチオを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。もうしっかり周り固めですね。おいしい。うわ、味めちゃくちゃ大好き。まずね、生地外側めちゃくちゃ香ばしくってカリッとしてます。中はショコラの風味がしてしっとりもっちり、半生みたいな感じだね。で、下にチョコクリームがあるのかな。ねっとり濃厚でビターな風味とラム酒が効いてて美味しいです。そしてもうここ、このピスタチオクリームね、めちゃくちゃピスタチオの味が濃厚なの。上にはね、ピスタチオが一粒乗ってて、香ばしくて食感のアクセントになってます。これ美味しいな。次はファミリーマート宇治抹茶のティラミスを食べます。カップを外すとこんな感じです。横から見るとこんな感じです。では一気にすくって食べてみます。おいしい。しっかり抹茶だけどね、すごいマイルドというか食べやすい抹茶の分類に入るかな。まずね、抹茶パウダーはほろ苦く、抹茶ホイップはふんわり口どけ滑らかで、ほんのり抹茶かつミルキーな味わいです。ティラミスムースはね、甘めでマスカルポーネのコクがあってクリーミーですね。抹茶スポンジは抹茶のシロップがたっぷり染み込んであるので、甘めでシャバシャバタイプです。濃い渋い苦い抹茶ティラミスをイメージしてたら、ちょっと甘いよってなっちゃうかもしれないけど、甘い抹茶ラテとかが好きな方はこれハマると思います。いや、ほんとね、スポンジシャバシャバだし、クリームとろっとしてるので飲めるように食べれるね。次は宇治抹茶のテリーヌショコラを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。表面に金箔がのってるから高級感がありますね。味はね、とっても美味しいんだけど、ちょっと思ってたテリーヌと違うかな。上はね、甘くってくにゅっとした生チョコみたいな感じなんですよ。で、真ん中はみっちりしていて、ホワイトチョコのミルキーなコクや抹茶の風味を感じます。
欲を言えばですよ、これは本当完全な私の個人的な意見だけど、もっと口どけがいいとさらにいいなみたいな。みっちりはしてるんだけど、ねっとりじわとろうとは溶けないんですよね。そしてもっと言うと、私はこれ下にスポンジあるんですけど、とってもねふんわりしてて美味しいんだけど、テリーヌには私はスポンジはいらなかったかな。いやごめん、やっぱり中の生地溶けるは溶けるんですよ。だけど勝手に私がレベルを上げてしまっただけかもしれない。これはね、私が大好きなテリーヌショコラと比べてしまったからこう思っちゃったけど、この商品単体とね向き合ったらそれはもちろん美味しいですよ。ダブルホイップサンド、いちご&ミルクを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。では食べてみます。パン生地美味しい。めっちゃふんわりしていてしっとり口どけがいいですね。ミルクホイップは甘くてやや良し感はあるんだけど、ミルキーで口どけ滑らか、いちごホイップは口どけ滑らかでいちごミルクみたいな味わいですね。でね、こっち側めっちゃ美味しい。いちごコーティングはいちごの風味がよく甘酸っぱいです。いちごクランチはね個体差があるかもしれない。私のはねしっとりしちゃってるけど、ザクザクタイプの人もいると思う。甘酸っぱさ強めでいちごの風味がいいですね。あとねクッキークランチも載ってます。やっぱりファミマってパン生地最高だね。次は宇治抹茶メロンパンを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。中はこんな感じです。表面にはたっぷりグラニュー糖が乗ってて、ジャリジャリ感がいいですね。で、抹茶ビスケットがとっても美味しい。抹茶の風味が良くてサクッとしてます。でね、中の生地はしっとりふんわりしていて、中の抹茶ホイップはやや良し感があるんだけど、抹茶の風味かつミルキーの味わい、苦味はなくて口どけ滑らかですね。で、同じく中に入ってる抹茶ペーストは抹茶羊羹をねペースト状にしたみたいな感じかな。甘くってねっとりしていてほろ苦いです。若干抹茶の香料っぽさも感じるんだけど、しっかり甘くて苦味もあるから、まさに抹茶尽くしのメロンパンって感じ。最後、サクサク食感の抹茶クッキーアイスバーを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。ファミリーマートが今抹茶のフェアやってるから抹茶三昧で嬉しい。これ美味しい。しっかり抹茶の旨味と苦味を感じる。まずね、コーティングの抹茶チョコはパリッパリの軽い食感で抹茶の風味をしっかり感じます。抹茶アイスは口の中で吸って溶けて、抹茶の旨味、ほろ苦さがキュッて詰まってます。でね、抹茶クッキーが中にたくさん入ってるんですけど、サクサクとした食感がいいアクセントになってます。
き、かなりね、一つ一つは小さいはずなんだけど、結構口に入った時の存在感は大きくて、チョコレートのパリパリ感とクッキーのサクサク感、二つの異なる食感が楽しいですね。ごちそうさまでした。ファミリーマートとローソンの商品美味しかったです。中でも私がまた食べたいなと思ったのが、ローソンのプレミアム濃厚カヌレと、プレミアム濃厚生チーズケーキと、サクサク食感の抹茶クッキーアイスバーかな。皆様もぜひ気になる商品からお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。明星新館絵本店釜石ラーメンを食べます。あ、なんかすっごいシンプルな綺麗なスープと思いきや、なんかさ、めちゃくちゃあっさりしてそうに思うんだけど、もちろんあっさりしてるんだけど、しっかりね、このなんだろう、カツオ、煮干し、昆布、サバ節、椎茸のいろいろ入ってるんだけど、カツオ一番強く感じるかな。全然薄味とかじゃないしね、これ美味しいな。中華そばっぽいこの懐かしい感じもありつつ、醤油や香味油、魚介の風味もあって、すっごい美味しい。万人受けしそうな味ではあるね。麺は細麺や中細麺かな。細麺でありながらしっかりコシを感じますね。でね、とってもしなやかです。なんかメンマの風味もするね。もちろんメンマも入ってるんだけどさ。うまー、もう飲み干したくなっちゃう。